大阪教育大学附属平野小学校の戸口と申します。どうぞよろしくお願いいたします。えっと本校ではですね、2年間にわたりまして、子どもが主役になる次世代の学び、BYOD 社会に対応するスマートデバイスの効果的な教育的利用、これを研究主題として研究を進めてまいりました。 で、昨今なんですけれども子どものインターネット利用率がですね、非常に高くなってきておりまして近未来、BYOD 社会の到来が予想されます、こういったことを理由にですね、本校では一人一台児童一人一人が自由に使えるスマートデバイスを拡充することによりまして学校現場において児童一人一人が自らのスマートデバイスを利用した教育実践の実験、実証的研究を行ってまいりました。 これまでの取り組みはこの5つになるわけですが1つずつ見ていきますまず最初に iPodTouch を50台導入させていただきました3年生以上の各クラスには元から各教室に10台ずつ iPad があったんですけれども4人グループに1台という状況でしたので1クラスで1人1台がまず使えるという環境を整えました iPodTouch を選択した理由としましては iPad をすでに使っていましたのでそれの互換性があるという点とそれから低学年でもです、ね、小さいため非常に持ち運びが便利で写真撮影などもすぐにできるという理由からこのように小型デバイスを導入させていただきました。 これがですね中学,中学年、高学年になっていくと今度はロイロノートスクールなどを利用しましていわゆる共有したりですね検索したりというふうな学びに発展していきました。 2点目はですねアクセスポイントを回収させていただいております。これも昔まではですね1クラスにつき20台しか接続できないという状況でしたのでやっぱり全員の意見を共有するということがなかなか困難な状況だったんですがこれも1クラス100台同時に接続可能になりました。 で同時にエデュロムを導入させていただきましたので海外の大学の先生とかですねあと視察に来られる先生方も自由に Wi-Fi 環境を接続できるようになりました3点目は実践事例集を作成させていただいたという点です 本校はすべての教科で専門性のある教員がいますのですべての教科から ICT を活用した効果的な事例をたくさん書き留めましてそれを全部で2年間で75事例を一、ね、冊にまとめましたただこれ以外にも iTunesU コースなどにもアップしているんですけれどもたくさん事例はありますのでまたご興味のある方はお伝えいただければと思います 4点目は情報機器端末ガイイドラインの作成です。こちらはまた後ほどお伝えさせていただくんですが本校の今後の ICT 環境確立に向けて今 PTA の方々と協力しながら現在も過失修正しているところです。 で最後なんですけれども、私、え、的、ー、デバイスを一時的に利用させていただくという授業もさせていただきました。えー、授業参観日にです、ねえー、保護者の方々のデバイスを活用しての、えー、授業ということで、えー、授業を行う前に保護者の方に協力を要請いたしまして、各家庭のデバイスを利用させていただくことにご理解をいただきました。で家庭のデバイスを利用できない場合は、学校のデバイスで補うという形で、1人1台環境で、えー、授業をさせていただきました。 ししかし、えー、と日頃の授業でなかなか家庭のデバイスを毎回持ち込むというのは非常に困難であったためロイロノートスクールなどのクラウドシステムをちょっと活用させていただきましてデータのみを共有してデジタルポートフォリオとしてだけではなく一人一台環境をより効果的に活用しました反転学習などの実践も行いました家庭にある端末にロイロノートスクールをダウンロードしていただいて家庭と学校とで連携しながら実践を進めました でこういった実践なんですけれども、昨年度11月の ICT 研究発表会と、それから2月のけんえ教育研究発表会という全国向けの発表会にて、さまざまな形で提案させていただきました、例えば、えー、提示ツール、共有ツール、発表ツール、記録ツール、交流ツールなど、ICT を一人一大環境においてより効果的に活用する方法というのを提案させていただきました。 女性事業からの気づきということでなんですけれども活用デバイスを学年別にちょっと分析してみたところやはり低学年は小型の手軽に使える iPodTouch の活用が目立ったんですけれども中高学年にやっぱなってくると画面の大きな iPad の利用がやっぱりこうデータを書いたりとか編集する場面が増えていくことで大型のデバイスを好む傾向があるというふうに分析されました。 でえー、高学年については、えー、引き揚げと同じように、えー、一つのツールとして活用する場面が ICT は非常に多くてですね自分の思いを発信するためにその活用の幅が、まあ、広がっていったんだなというふうに感じました、えー、成果なんですけれども1点目は学びが非常に広がったということです 特に高学年では個人の活用から共同的な活用にこうシフトしていきましてあの休みの日なんかでも僕の iPad なんかにピロリンと入って何かなと思ったらえ子どもたちでプレゼンを作り合ってですあとで学校でえ一緒にこうくっつけてみたいな形でえ家庭学習として子どもたちが自分たちで通信し合いながらえ学習を進めたりですとかえそこからどんどん自発的なまたみへとえ発展していきました。 えー、ロイロノートを活用したことで家庭のデバイスを利用することで深い学びにつながっていったんじゃないかなというふうに思います、えー、もう1点なんですが指導者として休日に起こった社会問題などを取り上げまして、えーまあ、送信することで授業内にとらわれないような、えー、45分にとらわれない授業っていうのも展開できましたリアルタイムな学びというのに結びついていきました でえー、さらに学校全体としては個人で調べたものを共同的に作成しましてその作成したプレゼンをですね、えー、学校外の世界の子どもたちに、えー、通信機能を使ってつないだりであるとかいわゆる教室の枠にとらわれないグローバルな学習もすることができました。 最後に課題なんですけれどもやはり BYOD ということで実際に家庭のデバイスを持ってきてというふうな実践というのがなかなかできないという状況がありまして iPodTouch それからクラウドシステムを活用して BYOD に近づく実践としての成果はあったんですけれども実際に持ってくるということがやっぱり困難だったという点それから家庭用のデバイスを学校に持ち込んだ際のガイドラインについてもこれも現在作成しているということでまだまだ課題に上がっている部分かなと思います。 3点目なんですがやっぱり家庭のデバイスを用いる際の校内 w i f i の利用の問題点として設定それから管理の面においてまだまだ体制が整えていく必要があるかなと感じています何より大きな課題はこの2点なんですけれども えやっぱりこうディバイスの不足ということで1時間内で ICT を活用する学級がまあ重複してしまった場合だけではなくて私的デバイスのえ台数不足についてもやっぱ上げられるかなというふうに感じております。えー、指摘デバイスの原因なんですけれどもえ最近機種変更するとですねえと結構その古いデバイスを回収されてしまうという場面も結構ありましてなかなかお家に古いデバイスがないというえご家庭も結構ありました。 でそもそもですね、えー、っともう古いデバイスではなくて子どもにデバイスを買い与えている保護者も増加してきているなという傾向がありましたので今後の展望としてなんですが1年生より修学旅行などの要領でですね2年間、入学時にお金を積立金として徴収を始めまして3年生より学校でも一括して iPad という大型デバイスを購入するというふうに今現在では学校で計画しております。 1>, 1年生、2年生は小型デバイスを使う傾向にあるというふうに先ほどお伝えさせていただいたんですけれどもこれは本研究でも行っていた BYOD 的な実践 iPodTouch 等を活用してあるいはおうちの小型デバイスを活用した実践を継続して進めていこうかなと思っているんですけれども3年生より大型の iPad を購入することで一人一人一台環境を確立しましてクラウドシステムを利用しながら家庭と学校とで実践を行っていこうと考えております。 で同時にですね、先ほど課題でも挙げさせていただいた通りガイドラインの作成それから BYOD 実践事例を今年度も継続して行っていくことで本校における ICT 環境を確立していこうというふうに考えております。以上で私,たち私の発表は終わりりたた。いいいとと思まます。ごご聴ありがとうございました